さん、クッキーありがとうございます。もう本当にモテモテなんだから私ってば。やだわ、もう本当にモテちゃうんだから。大阪のターさんさん、白身フライさん、ありがとうございます。クッキー、すいません、モテモテで、あ、モテちゃってるよって。わ、いっぱい、もうモテモテ本当に。困った困った、色違う人、何今。ニコラスさんもクッキーありがとうございます。モテモテで、もうほんとすいませんって、ありがとうってでございますね。久しぶりに見に来れただって、あら、ありがとうございます。なんか目丸い、今日可愛くないな今日突然の微妙だな。振るわないですわ、調子悪い。なんか顔が疲れてるね、やっぱり。みんなあれ見ました？タペストリー見てくれました？左目かゆそう。かゆくないけど全然かゆくないけど、なんで？花粉症？花粉症ですけど左目かゆくないですよ。なんでですか？目赤い？赤くないよな。赤くないって多分赤くないアピール、赤くない。大阪のターサンさん、かわいい、ありがとうございます。ティコラさん、ハート、ありがとうございます。なんか顔怖いな今日、なんでだろう。なんか、なんか、顔怖くない？こっち側の顔はいつものかな。顔怖くない？なんでかな。なんか目腫れてんだよねちょっと。だからかな。調子悪めと、調子悪い人どうやって治したらいいのか分かんない。なんか私はよくねこういうところでね調整するんですけど、今それしたらもう恐怖映像、恐怖映像だからできない。だから左目赤い、赤くないよ。え、本当に赤くなくない？赤くないけどね。なんでしょう、何も変わんない。影だからかな。赤くないけど何も。何の話してたっけ。やばい、この話で、あの、あれで飛んじゃった。何話したか。あ、タペストリーみたいなやつ出たじゃないですか。あれ、ほぼすっぴんなんですよ。ほぼっていうか、ねベースメイクはしてもらいました。あれ自分でやってなくてメイクさんにやっていただいたんですけど、そう、うちらがやると濃くするからね。もう私とかもギャンギャンですから、いつもベースメイクと眉毛くらいかな。あと、あのベージュのアイシャドウ塗ってもらいました。え、そんだけ？めっちゃ薄くない？私からするとね、もうね、本当にね、もうびっくり。ニコラスさん、かわいい、ありがとうございます。本当に、え、もう500回くらい、え、ほんまにこれで、え、ほんまに、え、ほんまにこれでいくんすか、え、ほんまにこれですかって何回も思ったんだけど、あの、本当に、まあ自分だったら絶対しないなっていう。ナチュラルメイク的な、ナチュラルメイク的なんだと思うんですけど、メイクしてないのと私からしたらもう変わらへんみたいな。ナチュラル、ヘルシーみたいな多分テーマなんだと思います。で本当にね、もうね、びっくり。だからさ、自分で見たらさ、もうなんかすごいわけ。え、何これみたいな、化粧してなってな思っちゃうんですけど、でもね、先輩方とかの写真めっちゃ可愛いから、まあ旗から見たら可愛いのかもしれないなっていうプラス思考で
あの生きてます。やっぱ自分ではさ、いつもさめっちゃ濃い顔に慣れてるからえみたいな感じだけど、やっぱね他人から見たら可愛いんだろうなってあの信じてるので、みんななんかちょっと漏れてないねとか言わないでください、お願いします。あの日は別の写真も撮ったんですけど、あのもうそっちの方はな反動でめっちゃ化粧濃くなっちゃって逆にそう出さなきゃ出さなきゃみたいな、もっともっと描かなきゃみたいな、はいもぐもぐぞ、そうもっと描かなきゃ、もっとまつげ塗らなきゃみたいな感じになってめっちゃ濃くなりました反動大きめタイプ。猫キャットさん、クッキーかわいい、ありがとうございます。そうなのでぜひねゲットしてあげてください。私もあの決死の覚悟で、決死の覚悟かな、決死の覚悟、決死の覚悟、決死かな、多分わかんないですけどの覚悟であの撮影に挑んでいるので、あれもう本当にもうね、あのもうなんだろう、皆さんで言うのと皆さんで言う服を着てるのと同じくらいの感覚で、私まつげ上げてない自分どないみたいな感じのタイプなので、私本当まつげ上げるか上げないかで人生変わる女なので、本当に、まあ、みんなにとっての服が私にとってのまつげみたいな感じなのね。じゃあ服は何なんだって話なんですけども、服は服で大事ということでございまして、本当それくらいのもう覚悟で挑んでるわけ。本当はちょっとまめくさんにすいませんちょっとまつげだけいいですかとか言いたいところをもうぐっとこらえて言ったわけなので、ぜひ皆さんゲットしてあげてください、お願いしますね。あのそうですよ、ただ私がまつげ上げてない写真撮られた人になっちゃうので、誰も買ってくれなかったらただ私まつげ上げてない写真が世に出された人になっちゃうので、よろしくお願いします。ぜひね、あんな写真は多分本当にないです、ガチレア。まあレア度で言ったら SSA くらいよ、本当にマジもう SA 超えてます、 SSA くらい、 UR 星5、そのレベルなのでよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。もうそこでも本当にあれはもうね、もう私もすごいそわそわしました、ずっと撮ってる時も大丈夫かな私って。でも他のメンバーの人は本当に全員可愛くて信じてます、自分も可愛いことを自分の実力を信じてます私は。先生埼玉スーパーリーナ、確かにあモテモテと、そう埼玉スーパーアリーナくらいレアなので、まあ、何がレアなのかちょっと分かんないですけど、まあそれくらいレアということで、もう気合はねやっぱもうやっとるでみたいな感じでございますので、よろしくお願いしますと。どうごもさん、クッキーありがとうございます。あのアザーカットっていうんですかね、使われなかった写真もらったんですけど、すごいねやっぱ自分だとこんな感じの顔になりましたうんってなりました。私のね現実ではないカメラで撮ったものがやっぱ漏れてるんですよね、やっぱ、まあ、ちょっと目が大きいかなみたいな。ちょっとまつげ今知ってますか、今のアプリってまつげかけるんですよ、まつげ描いてるやつとかだとちょっとなんかうんいいやみたいな感じになるんですけどね、ちょっと現実を見るとちょっとなんかうんなるほどってなります、やっぱりそういうものです。でもなんか年々美に対するハードルが上がってるなと思う。なんか多分初期だったら別にめっちゃ漏れてるみたいな、めっちゃ可愛いじゃん私すっぴんでもこんな可愛いのやばいんですけどみたいな感じだったかもしれないけど、今はなんかもうちょっとげんなりって感じ。ほんと初期のね、なんかわかりますか、初期めっちゃ可愛いと思ってた写真、今見たらめっちゃブサイク説あるんですけど、うちらの中で、みんなの初期はちょっとないかもしれないけどね、そう初期にこれめっちゃ漏れてると思って載せた写真、今見たらめっちゃなんかもう本当にこんな感じの顔になっちゃうくらいの顔なんですけど、だから今私がちょっといいやんと思ってる写真も多分1年後とかに見たらええってなると思います。なんかわかります、私が昔からずっとこれは漏れてるなと思ってる写真は1枚しかなくて、気になりますか1枚しかなくて、あの指原さんの卒業コンサートの時にオープニングがね袴だったんですよ、その時にあきさんが写真を撮ってくださったんですね。あの写真は私ちょっと可愛いなって今でも思います、本当に。多分だいぶ昔にあきさんがツイッターだかインスタかわからないのですが、その時私やってたのかなわかんないんですけど、後から見たんですよね、あのもらって写真を
からわかんないんですけども、どっかに載せてると思われるその写真はこの間見て、久しぶりになんかまあいいやんって思いました。その時の私の中で一番可愛いと思う、そこら辺の時代の中でですね。なんか本当にあの写真ぐらいかな。もうあれは完全にもう本当にカメラを撮ってくださったアキさんの腕がいいというか、私のね顔をねもう補正してくださって、腕で実力でありがとうございますということで、そんな感じですね。だからね、まあ今私が漏れてると思ってるナモシャもね、大体半年経ったらなんかちょっと微妙やったなって思うわけですよ。なんか顔って変わってくからさ、しかもなんか自分の好みも変わるじゃないですか。なんかその時の好み、なんかこの時はちょっとなんか子犬ちゃんフェイスみたいなわかりますか、例えですけどね、子犬ちゃんフェイスみたいな感じに憧れてた時期のなんかやつ見て、何これと思うこともあると思うし、なんかこの時はちょっと私クールビューティーにハマりすぎてたなみたいな、ちょっと気取ってたなみたいなとかあったりとかするじゃないですか。みんなもあると思いますよ多分。ちょっとこの時キャラ作ってたなみたいな、まあ、それと同じような感じです。そんな感じのさ、なんかあこの時確か丸丸さんのことが好きだからこういうメイクしてたなとか、そういうね、なんか自分の歴史を知れるこのお仕事をしていると本当になんかあこの時ってこれにハマったなとか、この時はこれ目指してたなとか、そういうのが特にメイクはめっちゃわかりやすいと思って、私的だから今私がめっちゃいいと思ってるお化粧の仕方とかもしばらくしたら、うわあれはないわって思うと思います。でもねメイクさんがおっしゃってたんだけど、みんなね一瞬待ってナチュラルメイクになるんだって。私多分今人生で一番化粧が濃い時期だと思う。だからナチュラルメイクが好きな人はね、もうちょっと待ってもらって、わかんないですけどナチュラルメイク5期生とかでもさ、多分今4年目私たちそれくらいなんですけど、一番多分お化粧が濃くなる時期だと思う。そろそろ多分みんなナチュラルに なってくると思うからね、みんな待ってもらって。でも私ずっと鬼濃いと思います。自分はナチュラルメイクしないと多分まつげを上げないで写真を撮ることってないと思う。本当に私本当はつけまわしたいんですよ。でもつけまわなんかどこで買ったらいいか分かんないのと、なんかつけるのとか難しそうだからつけまわはつけてないんですけど、本当はつけたいくらい私はもう本当にもう盛りたい。高校の時髪型足目にした、マジ今でも友達にいじられる。それはねいじられると思う。私の友達でも多分いじるかな、さすがに。それはやばいね。どういうこと、こっち側でひこって上がっててこっち側はないとか、そういうことやばいね。どのレベルかにもよるけど、さすがにそれはちょっと、まあ、いじられるだろうねと。ノパールさんハートありがとうございます。高校の時は、でも私高校の時は化粧してなかったですね。ほんと今思ったらマジで信じられない、本当に信じられないんですけど、毎日お化粧してなかったです。眉毛描いてたとか、それくらいリップ塗ってたとか、それくらいで、もう本当信じられない。だってねえ、でも私の友達とかはめっちゃ可愛かったんです、高校とかでも。そう考えたらあの子たちは化粧してないで何に可愛いのかと思うと怖い。私はなんでこったいなって感じです本当に。プリクラとかもすっぴんで撮ってましたもん。もうプリクラ撮ったこと3回くらいしかないですけど、待って、私だって遊びに行った時しか撮ったことないからプリクラすっぴんで撮ってないわ。失礼しました、嘘でした。今完全に嘘つき。でも本当に遊びに行った時はお化粧してたけど、それ以外の時はお化粧してなかったですね昔は。お、246日だ。えい。わーい。ありがとうございます。
猫キャットさん拍手ありがとうございます。クッキーもありがとうございます。お、ニコラさん拍手ありがとうございます。チェンさんクッキーありがとうございます。大阪のターサさんいつもありがとう、ありがとうございます。でも昔の私に言いたいのは何かあるかな。お化粧 しちゃえよって言いたいダメなんですけどね。ニコラスさんハート100個ありがとうございます。ノーパールさんかわいいありがとうございます。そう、お化粧しちゃえよって言いたいですね。やっぱり本当に変わる人生本当に変わる。もしかしたら私もお化粧して学校行ってたらもうモテモテウハウハだったかもしれないです。毎日下駄箱にラブレター入ってたかもしれないですよ。あ、モテモテです今ゆかりんさんハートのなんかフォトスポットみたいなやつありがとうございます。皆さんはね、私が高校時代化粧してなかったことを喜ぶんですね。私がもうウハウハモテモテめちゃモテ委員長だった未来を回避したのは自分自身なので、私の実力でめちゃモテ委員長コース離脱しました切ない。だからね、その違ったかもしれないですかね。それで私がもうハハハもう両手に花だわみたいな感じでさ、そういうそっち側の人生を歩んでたかもしれない。 HKT 入ってなかったかもしれないですもん。それでもう私はこのままめちゃめちゃ委員長として生きていくのよとか言ってこうやって生きてたかもしれないのでですよ。わかんないですからね、人の人生なんて。それでもう私がもう学校一モテ女みたいな感じでなんか伝説として引き継がれ語り継がれてるかもしれないじゃないですか。もしかしたらね、ないと思いますけど。でもさ、下駄箱に手紙入れられるのちょっと嫌じゃない？私だったらちょっと嫌だ。だってなんかさ、下駄箱人に見られるのはまず嫌じゃない？てか下駄箱とかあったっけ？覚えじゃないんだけど、あった気がする。さすがに。多分。レオ熊本さん可愛い。ありがとうございます。なんかさ、よく少女漫画とかってあるじゃないですか。うん。26,190ポイント。ありがとうございます皆さん。なんか下駄箱でさ、なんかこうあるじゃないですか。そういうドラマとかのシーンでなんかすごいと思います。私はなんかまずですけど、自分の靴見られたくなくて、あんまりなんか嫌じゃない？靴ってさ、ちょっとやっぱ汚いじゃん。埼玉は下駄なかったの？どういうこと？私やめとこう、何も言わんとこ。まあいいや、どうなんでしょうか。行ってみたら埼玉そうで、なんて言うんですか、やばい、変なこと言うから忘れちゃったじゃん、言いたかったこと。やめてよ変なこと言うのなんだっけ。あ、そうでさ、靴ってさ、ちょっと汚いじゃん。美しくはないよね。こうやって手に持ちたくはないじゃん、靴を。土足は特にさ、なんかね、私ちょっとあんまりね、特に私床とかなんかそういうのなんか触るの好きじゃなくて、あんまりなんかちょっと嫌だなって思っちゃったやつなのね。ほんと床に物を置くのもなんか私ほんとすごい嫌で、床にカバンを置くタイプの人じゃないんですよ私本当は。でもなんか最近はなんか置かなきゃいけない時はもうクッてか思いながら置いてるんですけど、まあ、結構あんま好きじゃないので、そもそも下駄箱を私あんま美しいものとして扱ってなかったのね。多分あったとしたら、全く記憶にないけど多分あったんだけど、あんま美しいものとして扱ってないから、そこに手紙をまず入れられるのなんかちょっと嫌だなと思っちゃいますね。なんか手紙は綺麗じゃん。多分手紙って綺麗だよね。みんなそんな床とかで書かないもんね手紙多分手紙は綺麗だからさ、そのなんか汚いものと綺麗なものが共存する世界ちょっとなんか嫌だなって思っちゃうし、私多分靴に触れた手紙はなんかちょっとなんかこんな感じになっちゃいそう。手紙みたいな感じになっちゃいそうですね。だからみんなもね、私にお手紙書いてくれる方いると思うんですけど、絶対に靴箱に入れないでください、お願いします。そしたら私こうやって持ちますからね、見ながら手紙。今こうやって持ってるけど、手紙はこうやって持つから、靴箱に入ってたらないけど、うちの何あれ劇場にないけど。だからなんか
嫌ですね。でも手紙っていいと思うんですよ。なんかもう今時ってあんま手紙ってもらうことないと思うんですよね、皆さんも。でも私もなくて、あんまり。でもさ、例えばなんかちっちゃいメッセージカードとかさ、お誕生日の時にメッセージカードがついてるとか、私そういうの結構取っとくタイプで、みんなからの手紙とかもなんか手紙をもらうってことってあんまなくて、本当にもう10個くらいよ多分、歴代手紙数で。最近はね、なんかもうちょっと結構ちょっとモテちゃって、みんなからお手紙たくさんもらって嬉しいって感じなんですけど、そう、そういうお手紙とか嬉しいのよ、意外ともらうのとかね。お手紙っていう方法はすごいいいと思うのね、そのなんか思いを伝えるみたいな時に。でもね、下駄箱はちょっとやめた方がいいと思う私どこがいいのかな、直接渡せたら一番いいよね。あ、猫キャスさん、ラブレターありがとうございます。直接ね、こうやってはいってこうやって渡せたら一番いいよね。そうじゃない場合はどこがいいのかな、ロッカーとかだったらいいかなって思います。でもロッカー勝手に開けられたらちょっと普通に気持ち悪いか。それってか普通に下駄箱開けられるのもちょっと気持ち悪くない、なんか、え、人のやつだよみたいなとこ思っちゃうくない、私だけなんか気にしすぎ、そういうの気にしすぎかな、ちょっと気にしすぎだね、やめとこう。あ、でも机のさ引き出しとかだったらさ、なんかそんなキモって思わなくない、多分マイルドな気がします。なので皆さんは手紙を入れるときはぜひ引き出しの中に入れるのを私はおすすめしておきます。ぜひ直接かその引き出しに入れましょう。あ、今ちょうど888です、数が。ははは、8周年の時のね。筆箱に時々入ってたもんで、筆箱にそんなあんま長い文書けないよね、一言くらいかな、一筆箋みたいな感じかな。だからね、何の話でしたっけ、あ、私が学校にお化粧してなかった話だ。ちょっと話が膨らみすぎましたね。そう、いいなって思いますよね。でもなんかちょっと甘酸っぱいレモンの香りみたいな猫キャットさん、パチパチパチありがとうございます。ライフハートもありがとうございますね。え、なんかもうね、だって戻ることないじゃないですか、学生生活に。だからなんかちょっといいなと思っちゃいますよね。もう憧れになりましたもんね。だって私の中ではもうフィクションなわけですよ、私にとってはもう高校生活って。もうこれから先は私のもう妄想力で賄っていかなければいけないで、かなり厳しいと思います。もう私はもうこれからこう街中とか歩いて、でも本当最近街中とか歩いてて制服着てる子とかいると、なんかすごいなと思っちゃうんですよね。なんかいいなみたいな、私も着たいなみたいな思っちゃうんですよね。そう、だからこの間劇で私中学生の役だったんですけど、ちょっと嬉しかったですね、若返ってしまいました。3年もやばくない、3歳でやばくない、結構若返っちゃったよね、失礼しました。と、そう、でも結構言われました、今度は大人の役を見てみたいなみたいな、お姉さんの役みたいなね、25、6、7とかね、大人っていうか、アダルティのね役もね、やってほしいなっていうお声をいただきました、ありがとうございます。まあ私がね、そんなもう、はい私ですやりますみたいな感じですぐできるものじゃないんですけど、まあ、そういう役をねいただいたらね、あのそのオーダーをしてきた方をね、あのこっそり思い浮かべて、よかったねって言っておきます、私一人で全部一人で言っておきますので、あのまあいつか、わかんない、私のさあとさ何年生きていくのかわかんないけど、人生の中で1回くらいはありそうじゃない、あと1回くらいは大人の役っていうのをもらう機会ね。私今18歳なんですけど、例えば80年生きたとして、まず60年間の間にまあ演技という仕事を私がしたいと思っている時間はあと何年かわかんないですけど、いや、あと60年間があれば1回くらいはありそうだよねなのでまあ期待しつつ期待せず、期待しつつ期待せずみたいな感じで、今ニュースで HKT 出てる、そうでも見れないんだ。この間もね、あの6期生のね方のね密着みたいなのをね
やってるよって今テレビ見てるってコメントできたの。でも今配信してるからテレビ見れないのと思って、見れないのだから何言ってるニュースで、 なんで出てるんですか、わかんないですけど。そうあのね、配信中にねテレビ見てたらなんかちょっとみんな嫌じゃんな、私はこうやってテレビ見ながらさ、なんかそうなんだ、あ今テレビやってんだよねとか言ってこうやってやってたらちょっと嫌じゃない、だからあのなんかぜひ大事な話だったら押してください今で。なんで出てるんですか、なんで出ているんだろう、当てます、うーん、卒業式に来たやつ、あーなんか言ってましたね、すごいよね卒業式にスペシャルゲストみたいなのが来るの、うちなかったよそんな、普通にすぐ終わった、もうパッはいはい解散、あーそうそうそう、で卒業なんか私卒業アルバムの写真1枚ないんですよ、なんかなんか校庭みたいなところにみんなが集まって写真撮ってたんですけど、えどんだけ探しても私いなくて、撮った記憶もないんですよ、じゃあそうそう撮ったような気もしなくもない、撮ってないような気もしなくもなくて、まあ、確かにこの光景見たことあるかって言ったらないんですけど、えなんか撮ったような気もして、でもないなくて、どんだけ探してもいなくて、私が私も卒業料のね、あの本当だったらこの丸い枠に入るポジションにいたんですけど、それすらやたらないというか、でも多分大集合写真だからなのかな、わかんないですけど、そう1枚ね私が存在しない卒業式の写真があってちょっとなんか悲しいです、いくらなんでも。卒業アルバム写真あるあるだと思うんだけどさ、こう校庭とか並んでさ、この校舎の上とかからさ先生が写真撮ってくれて、こうやって斜め上も見てこういうな感じで撮るけどさ、めっちゃ眩しいみたいなやつあるあるじゃない、私は小学校かなんかの卒業写真はなんかもうこうやってやってました、ずっと眩しくて目開かなくて、ずっとなんかこんな不機嫌な顔の写真が残ってましためっちゃ面白いよね、隣の子と一緒にこうやって睨み上げてた、ずっとそう一人ぐらいこうやって目つぶってる子がいたりとかね、あのシステムね、あの曇りの日に撮ってほしいんですよね、だいたい夏くらいに撮るけどさ、なんか真面目なちゃんとした服で来なきゃダメでさ、暑かったりとかするよね、懐かしいわ、めっちゃ記憶ある、本当に眩しくて、まずもう本当先生がどこにいるのか分かんないくらい眩しくて、なんかしかもなんで南向きにあるもんなのかな、えなんか多分向きあるんだよねきっと、なんかそういうのって校庭の向きとか南向きとか東向きとかあるんだろうけど、本当に眩しかった記憶だけはあるね、人数多かったのでヘリコプターから撮ってもらった、めっちゃセレブじゃんすごいね、うちはそんな人いなかったのかな、ちょっとすいません分かんないですけど、ていうか多分ね私いなかったので、でも大体ね私そういうかしこまった写真ね、なんか真面目な顔しようとして不機嫌そうな顔に写っちゃうっていうのが私あるあるです、なんか決め顔してて不機嫌そうっていう、なんかこうにみたいな感じで写るの、なんかちょっと私あんま自分の笑顔好きじゃないので、基本的に写真は真顔が、真顔、真顔はちょっと違うよね、真顔じゃないんですけど、ちょっとなんか決めみたいな、こうドヤみたいな感じの写真顔が多いんですけど、あのそれが行き過ぎて不機嫌そうに映ってしまうっていうのが私の悩みですね、でも本当卒アルはね本当になんかあるじゃないですか、卒アル出しちゃう人、あれは本当に私の学年にはいないと信じてますけど、本当に私はもう特定してとりあえずグーパンしに行きます、バカって本当にやだ、もう本当にやだ、だってさ違うだってさ、可愛くないじゃん、可愛かったらないんだよ、もうめっちゃ可愛かったらもう全然見て、私の卒アル超可愛くない、めちゃ漏れちゃったみたいな感じで見せるんだけど、まず自分の可愛くない写真が世に出回るのって嫌じゃない、ちょっとだからさ本当にあれはもうマジ死守したいもの、もう本当で欲を言うんだったら私と同じ代の人全員から卒アルも没収して絶対に誰も外に出せないようにしてやりたい、本当にそれくらいもマジで絶対ね、本当あの国家機密、私からしたら本当もう最大最高機密書類です。
ほんまに嫌ですね。昔の写真とかないし。そうでもなんかみんな結構なんか加入前の写真見たいみたいなこと言ってくる人多いんですけど、あのマジでない。そう言われると余計に見たい。え、そもそも卒業アルバムの写真を見たいと思うという感情が私にはごめんなさい理解できないです。個人情報ですからね、さすがに無理でしょ、いくらなんでも。そうだからその加入前の写真見たいって言う人多いんですよ。なんで？でも私本当に、まあ、まずないんですけど、本当に多分1枚もないかな。多分撮ったことはあるんですよ、私プリクラ撮ったことあるし、1枚か2枚くらいはあったと思うんですけど、私が全部消しました。周年簿に載ってたよね。ほんとあのくらいの年までかな。私写真嫌だったので、今もあんま好きじゃないんですけど、なんかね人に写真撮られるのが多分なんか嫌だったんですよね昔。特に幼少期と言われる時代、まあ中学 2,3 年生くらいまでかな、もう本当に本当に嫌でないんですよ。本当に奇跡、あの年の10年前の写真、何歳だったか忘れましたけど、の年の前後の年はなかったんですよ写真が。あの1枚しかなかったの、そこ3年間くらいで。本当に奇跡だから、もし HKT が15周年だったら私の写真なかったかもしれないです。ノーピクチャーだったかもしれない、ノーイメージ、すいませんなかったですってなってたかもしれない。本当に奇跡ですよね。でも家族は1年に1回は写真を撮ろうとしていたらしくて、おそらくまあ何かしらあると思うんですけど、私が本当に嫌がってるので私のアルバムないです。もう本当に本当に自分の写真を見るのが好きじゃない。なんだろう、なんでこんな嫌なのか分かんないんですけどね、自分でも謎。こんなに写真嫌いなのかな私って、なんでこんなに嫌いなのか分かんない。でも今は自分の写真フォルダの中自分ばっかです。いつからこうなってしまったんだろう。好きあらば自撮り、好きあらばごめん写真撮ってってこうやって言って写真撮ってもらってるんですけど、今は、昔は本当に嫌いだった。だから修学旅行とかの写真もね、なんか私が選ぶタイプの時は私以外1枚もセレクトしてないから1枚も買ってなかったですって怒られてました。いつも私がその写真を売ってることすらもあの極秘情報にしてたら保護者会でバレてめっちゃ怒られた。いつも本当に、あでも本当に嫌ですね、あの本当に本当に嫌です。特に昔の写真は本当に嫌だ。だからそもそもね、なんだろうね、なんでか分かんないんですけど嫌なんですよね。あんまりね世に出したいものではないです。だから、そうだから昔の写真見たいって言ってくれるのはまあもう嬉しいか嬉しくないか言ったら、まあ知ろうとしてくれてるのは嬉しいんですけど、本当にすいませんないし、あってもないので、あの妄想しといてください。今の写真をこうやって見ながら、昔はきっとこんなことだったんだろうみたいな感じのことを皆さんの妄想力で補ってもらいたいです。すいません本当にお願いしますねと。なんですよ。だからねないんだよね写真。私も写真なくて、その周年のためにめっちゃ探したの写真を家で。でこれじゃないってやつ、大体私の写真じゃなかった、私じゃない人が写ってる写真ばっかり。そうないんですよね。あとはほんと後ろ姿とか盗撮されてんのよ家族に。そういう写真しかなくて、あとはめっちゃプレてる写真とか、私がこうカメラの存在に気づいてこうやってこうやって逃げようとしてる写真とかはいっぱいありました。でも私がもし親になったら写真は撮りたいなって確かに思った。その時になんか忘れちゃうじゃないですか、思い出ってやっぱりこう家族でどっかに行ったよねとか、まあ、ちっちゃかったら特にさ記憶にないじゃん。そういうのをさ写真を見たらさ思い出すこともあるかもしれないし、忘れないよね、こうやって見たら思い出せるから。だから写真撮りたい気持ちは分かるなって思いました。でも嫌いだったんですよね昔の私は本当に。そう後ろ姿がほとんどだったよ、後ろ姿ブレてる、なんかこんな嫌そうな顔してる写真とか、なんかだなんか本当になんだばっかり。あちゃんとカメラ目線の写真も本当になかったですね。あの写真逆になんで私が撮ったのかがわからない。逆に何であの写真を撮ったんだろう、撮ってよかったのか私の基準がわかんないですけど、ご機嫌だったんですかね。そう本当にね、まあ将来は写真とか撮りたいなと思いました。でも
自分の写はもう撮らないかな。人前に出る仕事をしてなかったら多分一生写真撮んなかったと思います。私自分の写真はあんまり、そうイケイケ JK を過ごしていたとしても写真は撮らないタイプの JK になっていたんじゃないかなと思いますね。自撮りとかもねしてなかったです。文化祭とかもあったんですけど、うちの学校あみんなあるかあのスマホ禁止だったんでそもそも撮れないし、まあこっそり先生の目を盗んで撮るとしても撮らなかったですね。あのなんかわかりますか、こうすごく仲のいい友達がいたら写真撮るかもしれないんですけど、あ3万290ポイントありがとうございます。もうマジニコイチみたいな友達がいたら撮るかもしれないけど、ちょっと残念ながらねそういう人もねあんまりこうねだったので写真撮る機会もなかったですね。でも私じゃなくて別の人のスマホとかには私の写真はあると思います。だから写真撮ろうって言われてちょっと私写真はちょっとみたいな感じのことを言えるほどのメンタルもなかったので言われたら撮るみたいなね感じだった。のパールさんハート100個ありがとうございます。そうだから私のお友達とかのスマホには昔の私の写真あるかもしんない。でもねマジ本当載せたらグーパンする、パンチ絶対パンチしてやります。犯人すぐ分かりますからね、だって隣に写ってる人が犯人だから、もう本当にグーパンします。本当にでもねあの昔の私どんな顔だったのか皆さんが想像しやすいように言うならあれくらいの時期の顔です。大体TDC のコンサートがあったじゃないですか、私がデビューした次の月にあったやつかな、あれからあれプラス5キロくらいしたのが昔の私なんで、あれのちょっとまん丸な感じなのが昔の私です。だから昔の私どんな感じなのかなって想像したい人はあの頃の写真から2019年くらい、ちょっとすいませんわかんないですけど、それくらい12月くらいの写真探してもらって、それをちょっとこうお顔をねふっくらさせる加工みたいなのがあるのかわかんないですけど、顔を横に引き伸ばしていただいたらそれはもう昔の私になります。中学生くらいからその顔してるので、小学生の時はねなんかもっとなんかもうちょっと機嫌悪そうなのが小学生です。うん、なんか全体的になんか機嫌が悪そうな顔していた。でも写真だからかもしれないですけどですね。あ、小学生の時は私前髪が長かったです。中1で切ったので、そう前髪が長かったですね。だからその昔の12月くらいの私を顔を横に引き伸ばして前髪を伸ばしたら小学生の私になります。なのでぜひ皆さん想像してみてください。それでは満足してください、お願いなんで。チェンさん可愛い、ありがとうございます。逆にこんなに情報言わないと思います。みんな写真を見せるという簡単な200分は一見にしかずみたいな感じでみんな写真出すと思うんですけど、ないので代わりによろしくお願いします。前髪が長かったです昔の私は。で中学生の時は切って前髪を、あ中1かなんかでねボブにしたんですよ。だから中1くらいの私を想像したい場合は髪の毛がボブの方が分かりやすいかもしれないです。でそっから髪の毛伸ばし始めたので、まあ、そっから先はもう別に今と大して変わらないですね。あでもなんか今よりもなんか癖毛でした、ちょっとね、ちょっとなんかうねってるっていうか、なんかなんだろう、ふわふわしてた髪の毛が昔は。でもなんか日々一回ねなんか髪質改善みたいな髪のやつやってトリートメントとかしたらストレートになったんで、そんな感じですかね。なんかもっと髪の毛がなんか猫っ毛っていうんですか、だったんです昔は。だとね、そんな感じの人を想像してもらえれば昔の私すごい分かりやすいです。あんま顔変わってないので、最近前より綺麗になった。本当ですか。でもねあのお化粧落としたらねやっぱ昔の顔なんですよね。なんかすっきりしたよね、大人っぽくなったって感じだと思います。ありがとうございます。照れてると。でも結構みんなに言ってもらえること多い最近、なんかちょっと可愛くなったじゃんみたいな、誰ありがとうございますみたいな感じですね。なんか今日とか化粧全然してないからさ昔の顔だよね。
大阪のターさんさん、クッキーありがとうございます。そう、でも今の顔は中学生くらいではないかな、高12くらいの顔してます。こんな顔だったな昔。タイムトラベル、タイムトラベルと。そうだからね、簡単なんですね、私の顔あんま変わってない説は結構昔から出てるんですけど。何が変わったんだろう、なんかわからない、言葉では言い表しづらい。でもなんか変わりました、眉毛が変わった。眉毛をね整えたら本当に人間で顔変わるので、まあ、みんなもね眉毛はね整えた方がいいと思います。私本当にと、佐藤沢さん、ニコラスさん、大阪のターサーさん、可愛い、ありがとうございます。DMM で公演見てたらドキッとした。なんでどういう時だろう、え、可愛いじゃんの方の時ですか。てれですね。なんだろうね、なんか昔からあんま顔変わんないんだよね。でもなんかリミカもあの周年の写真めっちゃ好きらしくてめっちゃ見してくる。やば、同じコメントすんのやめてください。同じコメントしないでってば、見たって見たよ、読んだ読んだ。ボブはいいね、いつかみたいな。私もいつかボブしたい。あ、なんでかって言うと髪の毛洗うの楽だから最低な理由。でも私結構黒髪ボブとか好きなんですよ。だからアイリとかめっちゃ好きなの。可愛くない、やっぱなんかね、ボブね、いいと思うんだよね。でもなんか私が今から高校生なれるとしたら多分ボブだと思う。黒髪ボブの高校生って超可愛いと思うんだよね。でもなんかそろそろさ、私のね、なんかいつかさ、今はなんかまあ2年とかしか経ってないから、まるまる1年か経ってないから別にいいけど、15年後とかにもさ、ずっとさ、黒髪ボブの女子高生がめっちゃ好きでとか言うと気持ち悪くなっちゃうんだろうな切ない、ガビーン。佐藤久夫さん、キャンディーありがとうございます。ご期生みんな可愛くなってるけど、若いのとこにありがとうございます。ちょっと恥ずかしいっすね。何ですか、褒めても何も出ませんよ。ありがとうございます猫キャットさん似合う、ありがとうございます。最近メンバー見てると自分がロング好きなのかショート好きなのか分からなくなってきたかな。わかる、私もずっとツインテール派だったんですけど、ポニーテールも好きやなってなって、でもやっぱツインも好きだし、うん、でもボブも好きだし、うんってなってます。私もわかる。あのね、結論教えてあげましょうか、あの可愛い子が好きなんですよこれです。私は最近気づきました。なんか私は理由つけてたんですよ。なんか私のタイプはなんかツインテールが似合う子でみたいな、なんかこれくらいのなんか恋服着てる子が好きでとかなんか思ってたんですけど、気づいたんですよね、私ただ可愛い子が好きなんですよだからあなたも多分そうですね、多分可愛い子が好きなだけなんですそう、私は多分面食いだと思います。可愛い子好きなんですよ。でもなんか中身も可愛い子っているじゃないですか。なんか中身とかも結構好きなんですけど、でもやっぱりなんか見た目から入ってしまうと思います、人って。私はね、あの見た目から入ってしまうのは仕方がないことだと思う。でもなんかなんだろう、なんかもし、まあ、いつか結婚とかするときに、そのなんかプロポーズとかのときになんか顔が好きなんだよねって言われたら、ちょっとなんかえっなるかもしれない。なんかわかりますか、なんかファンの方とかに顔が好きって言われるのはすっごい嬉しいんだけど、なんかすごいえなんか結婚するしないとかの話のときに顔が好きとかなんか言われたら、ちょっとなんかへーって なっちゃいそう
って思いました。でも私は顔が顔の可愛い女の子が好きなので、そう、あの自分のことはもう棚にあげまくり女ですね。でもそう、私の好きはやっぱ推しの好きですから、ちょっと違うかなみたいな感じですね。やっぱりね、中身もね好きになってほしいって思っちゃうよねって。まあでもみんなも全然私の中身もね好きになってもらいたいんですけど、まあ、私はよく言われるのはやっぱりちょっとね、中身はちょっと思ったのと違ったみたいな感じのあのことでね言われてしまいがちですので、まあ仕方がないですね。悲しいなって思います。 HKT ってみんな可愛いのなぜ？へえ、でもなんか可愛くなろうと思ってる子ってみんな可愛くないですか？私だけそう思うの？結構なんか私はね、あの可愛くが好きなんですとか言うんですけど、みんな好きなんですよ、みんな可愛いので。でも本当に可愛いですよね皆さん。なんかなんて本当にでも思う、なんかめっちゃ可愛いな HKT って、 HKT ってめっちゃ可愛いなみたいなこと思う日ある。確かにリハとかでみんな集まってるの見るとみんな可愛いなって思います。でもなんか本当になんか福岡に来て思ったのは、確かに福岡って可愛い子めっちゃ多いなと思いました。博多美人とか言うじゃないですか、本当になんか可愛い子多いなって、こうやって街中キョロキョロしてて思いましたね。今はねやっぱ顔半分しか見えないんで何とも言えないんですけど、昔のねあの全部さらけ出しちゃってた時代あのとか思いました。なんかね結構関東から来たメンバー多くて、動きみんなでなんかなんか福岡って可愛い子多いよねとか言ってこうやって歩いてましたね昔は普通にちょっと怖い人たちっていう、はたから見たらねえ、いいですよね可愛い子、最高、いつもありがとうございます感じ、幸せ、私に幸せをくれてありがとうって感じです。本当最近はできてないんですけど、やっぱ結構落ち着いてきたのでだんだん私のなんか生活が、なのであのもうそろそろねやっぱりインスタを徘徊して可愛い女の子を探しに行こうかなと思います。本当に私はもうね芋づる式なんですよ可愛い子って。なんかわかりますか、一人可愛い子見つけたらそこのフォロー欄見たら大体みんな可愛い子なんですよ。だからねあの一人可愛い子見つけたらそこのフォロー欄からこう可愛い子見てるとか、 TikTok もね最近開くようになりました私。あの何してるかって言ったら大体可愛い子探してます。可愛い子探して、可愛い子のフォロー欄からまた新しい可愛い子を探して、可愛い子同盟みたいなのを組んでて、例えばみんな可愛い子はね可愛い子とつながっているんですね。なのでもうつながりまくっている可愛い子たちをこうやってもうこうやってこうやって、ああそれはどうしてもそれはどうしても可愛いわと思いながら TikTok 見てます最近は。すいません本当にもうそろそろ頑張っていい加減あげようと思います。頑張ってるんですけどね、気持ちはあるんですけどね、なんかハードル高くて、私のだからおすすめな本当可愛い女の子となんか見たこともない人たちしかいないんですよ。おじさんやん、そうなのよね、そうなのよ、なんか私住んでるんですよね心におじさんが。この間くるみとも話した、うちらって心におじさん住んでるよねって、住んじゃってるんですよね。しまったしまったと、まあ一緒に生きていこうと思います。やっぱね二面性ギャップみたいな、あるのでそういうことですね。男性に対しても面食いなんですか？男性に対して面食いなのかちょっとまだ分かんなくて、あでもアニメとかは結構面食いですね。なんか私あんまね3次元の男性なんか興味なくて、てかなんか知らない、あんまよく知らない、あの見ないのよあのドラマとかを、だから分かんなくてどんな人がいるのか世界にそう世界のことあんまよく知らなくて、私あのほんとバラエティを見るくらいなので芸人さんくらいしかわかんないんですけど、アニメに関しては確かに面食いですね。だから面食いなんじゃないですかね多分。てか女の子は面食いなのに男の子に対しては面食いじゃないとかないと思う、多分全部面食いなんだと思います。だから私いやちょろってなっちゃうと思いますね多分、わかんないです、どうなんでしょうか、いつか分かったら言いますね、私面食いでしたって私面食いじゃなかったですとかいつか言いますね、分かったら。でもアニメはなんかのアニメもね、私はもう本当になんかザなんかこうなんか人気なになるんだろうなっていうキャラを好きになってしまいます。人気ナンバーワンキャラ好きがち女ですね。
もう本当にもう書いてる作者さんとか編集者さんとかのもうこうどうはいはいこういうのが好きなんでしょってやつにもはい好きですってこうやってなるタイプです。お恥ずかしながらもう踊らされてます、手のひらの上で。素敵素敵。そうだからいろんな人にあの推し面をね当てられるんですよ、アニメとかで。こういっぱいさキャラクター出てくるときさ、あちょっとこの子ひいきしちゃうなみたいな子いるじゃないですか。あの2秒で当てられます私。であのアニメイトとか行ってアニメイトとか行ってこうキャラクター全員集合みたいなファイルとかあるんですけど、グッズアニメのグッズで、それでじゃあ一押しせーので押そうとか言ってくれて、せーのってやったら、あの絶対村上明奈さんの推しメンこれだと思いますみたいなことをこう当てられるわけ。あのまんまとその人ないよ。で後でこうやって調べたらもう本当に本当にあの人気ナンバーワンキャラみたいな、人気投票1位みたいな感じだったりとかするから、いやん。そうだからね、でもねアニメのキャラはね結局みんなやっぱお顔が綺麗というかね、可愛いよね、みんな可愛いじゃないですか本当に。素敵、なんかいいなと思いますし、昔はなんかね絵描けるじゃないとかったんですよ、自分のこう理想を描きたくて。自分が自分の理想になれないことに結構早々に気づいたんですよね。小学3、4年生の時にはもう気づいてて、自分って自分の理想にはなれないなって思ってたから、どうしたらいいかなと思って、この溢れるインスピレーションどうしたらいいんだろうって時に、私そうだお絵描きができるようになればいいんだと思ったんですよね当時。で私がお絵描きをして、私が自分の理想をこう描けばこう自分で満足できるじゃん、自給自足できるじゃんって思ったんですよ。したらね、なんと私画力もなかった、もう八方塞がりですよこれは完全に。そうただね、自分のこうビジュアルとして足りなかっただけでなく、なんと画力も足りないという。なので私どんだけなんか昔はちゃんこうやって真面目に絵描いてたんですけど、描いても描いてもなんかちょっと不細工なんですよ。で才能がないって気づいて諦めましたそれも。そうで画集とかを買って満足するに至りました、その後。そうでアニメとか見てなんか、ああそうこういう子好きなんだよねみたいな感じで、あの自分の欲を発散するっていう方法になったんですけど、そう悲しいよねじゃあかといって、じゃあこういうのが好きなんだよなっていうのじゃあ文章で表せるかと思ったの、それもできなかったの。だからねこのだ気持ちはあるのにアウトプットする方法がないわけ、何もどこにもないの。だからねいつか爆発しちゃうんじゃないかと私は不安でした。から私がツイッターとかに変な絵投稿し始めたら、あの止めてくださいなんか私がこのね溢れる気持ちを出すところがなくて、メールとかになんか変なこととか送り始めたら、あのやばいよって言ってください、ちゃんと暴走を止めてください、本当によろしくお願いします。いつか絶対黒歴史になっちゃうので、皆さん信じてます。本当にいよいよやばいなと思ったら、あの冷静に止めてください。冷静で みんなが冷静であるうちに、私にねこう巻き込まれてみんながおかしくなっちゃう前に止めてください、私をお願いします、頼みます頼みます。私がさマジでよくわかんない知らん絵あのイラストとかを送り始めたら、本当いよいよなんで本当止めてください、もう本当恥ずかしいのでそれは。やだ、37,750ポイント、皆さんありがとうございます。なんか溢れるインスピレーションをてんてんてんとか言って、よくわかんない絵とか送り始めたら、本当に本当に本当にもうみんなもうメールやめていいですとそんなこと送り始めたらもうそれはもう迷走してます私が私絵描かないですね、本当に描かないです、もう何年描いてないかな。だからその私があの自分に画力がないって気づいたあたりからはもう絵描かなくなりました。昔はね絵って練習したら上手くなると思ってたんですよ、すごい描いてましたたくさんルーズリーフにでもね上手くなんないんですよ絵って、あれね才能なの絵は絶対ね。
なんか本当に昔の私ガチだったので、なんか漫画家セットみたいなあるじゃないですか、おもちゃとかでさ模写するためにこう当たりの線とかが書いてあるやつにもう自分でこうやって書いていくみたいなやつとか買ったんですけど、うまくなんないんですよね。あれはね才能なんですよ、絵って。本当に絶対本当にうまくなんなくて、でやっぱそこでも気づくの早くて、結構あ無理なんだなっていうのに気づくのも早くて、もうすぐ諦めました。もうあ無理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 、お疲れ様でしたってこうやって解散しましたね。買ったんだよ、なんか絵が上手くなる本とかも買ったんです昔は。でも上手くなんなかったの。だからね、もうセンスがない人は何をねどうあがいても無駄なんだなって気づいた。まあ、なんか今一番習得したのはやっぱあのなんか文字綺麗にするやつ、あれは練習さえできると思うから字上手くなりたいなって思いますね。とりあえずボールペン講座みたいなの受けようかな。なんかありますよね、家で書くやつあるじゃないですか。やっぱねなんか学校みたいなのに行くのはちょっと難しいので、家でねあのもうお家に引きこもってカーテン閉めて生きていけるものをしていきたいですね。私はねあの太陽光よりも蛍光灯に当たってる時間の方が絶対長い自信はある。すごいよね。でも私の部屋なんかいつも基本暗いんですよ。配信するとき明るいんですけど、多分私目悪い理由それだと思う。部屋暗いの。なんか配信のために今はちゃんと電気つけてるんですけど、配信終わったら切ります、電気半分くらい落とす。で間接照明みたいな、なんかこういい雰囲気みたいな、なんかわかりますか、あのさホテルとかのさ光あんじゃん、なんか足元だけ光るみたいな、なんかあの温かいオレンジ色の淡い光みたいな感じああいう間接照明みたいな光なんですよ、うち。なんかねそれでね満足しちゃうんだよね。で本読むときだけこうちゃんとしたなんか本読む用のライトみたいなのあるじゃん、ああいうのこうパッつけるみたいな感じの、なんかねやだらめったらなんかちょっとこうおしゃ雰囲気だしちゃいがちなんだよね私。なんか暗い方が落ち着くっていうか、なんかちょっとねあのあんまりイエーみたいなタイプじゃないから。Kさんかわいい、ありがとうございます。でも怒られるからカーテンは開けます。カーテンは開けた方がいいんだって。なんかね日光が殺菌作用みたいな、なんかなんていうのか、そんな感じのがあるらしくて、あの私が太陽あのカーテンを開けないと怒ります、怒られます。だからちゃんとカーテンは起きたら開けるようにしてるし、布団もちゃんと畳むようにしてます。なんか布団もねずっとねなんかベッドメイキングみたいなのをすぐするとなんか湿っちゃう、湿っちゃうみたいな感じらしく、ちゃんと空気をね入れなきゃいけないからみたいな感じで、めんどくさいよね。私は一番嫌いかもしれない、布団畳む時間が。でも布団畳みますちゃんと、怒られるので。怒られた方が嫌、めんどくさいけど怒られる方が嫌だから、ちゃんと布団畳んで窓、あ窓じゃなくてカーテン開けてる、眩しいと思って。でもかあの光浴びたらね、太陽光浴びたらねやっぱなんかちょっとね目覚めるのよ。なんか体内時計がリセットされるらしいですね、ちゃんと光浴びると。そう確かにちょっと目覚めるなって思います。でもめんどくさいからねカーテン開けるの。だってカーテン開けるのって結構めんどくさくない？私だけかな、そう思う。本当にめんどくさい。私本当に本当に何もしなくていいよって言われたら私本当に何もできないと思う。一人暮らししたらやばそう。私本当にやばいと思う。多分私食器買わないかもしれない。紙コップとかで生きていくかもしれない。でも紙コップとかってさなんかほらあれじゃん、あの環境に悪いじゃん。良くないと思うんですけど。本当に私多分本当にやばいと思う。ちゃんと。私一番の不安はあのいつか一人暮らしした時自分がゴミをちゃんと捨てれるかっていうのが一番不安。でもゴミ出してなんかめんどさそうじゃない？なんかこうやって持ってさなんかえなんかめんどさそうじゃないですか？ね、自分不安です。やめた方がいいかもしれないですね。まあでももうちょっと先ですかね。もうちょっと大人になってお許しをもらわないとダメなんで、お許し出ないと思います。しばらくはとりあえず頑張って布団畳みますね。私今日もっていうか朝の朝も。頑張って布団畳みます。あれもめんどさそう、洗濯物。一人暮らししてる人多いよねきっと。みんな本当にすごいと思う。
でも本当ただひたすら尊敬する。いいな、応援しています。皆さんの快適な一人暮らしライフを私応援してます。一人分なんて2週間に1回ぐらいでゴミ出しは、あ、そうなんだ、そんなもんなんだ、分かんない。でも私髪の毛長いから髪の毛のゴミ結構多いと思うよ多分。さすがに髪の毛のゴミでゴミ袋いっぱいにはなんないか。何もかもめんどくさい。そう、私ほんと何もしなくていいよって言われたらもうこうやって布団の上でこうやってやってるだけで一日過ごせるもん。私スマホもいじんない日ある。なんかスマホを充電するのもめんどくさい日ってありません？でも充電しないとなんか大事な連絡来るかもしれないから頑張って充電するんですけど、本当に私無気力人間なんですよね多分。でも HKT に入ってめっちゃ活発になりました。昔はもっと本当に何もしなかったです。もう本当に一日部屋から出ないみたいな、ご飯食べるために外に出るみたいなくらい本当何もしてない人があったのに、最近はちゃんとスマホも触るし、なんかねメールとかも書くし、なんかやることちゃんとやってるから。そう、しかもこのショールームも毎日配信するっていうので、なんかこう一応人に見られてもいい顔になっておくじゃないですか。なんかまあ一応ちゃんと丁寧に顔を洗ってみたりとか、一応リップ塗ってみたりとかしてるんですよ。一応前髪だけやってみたりとかね、この毛先は見えないからいっかみたいな思ってたけど、あと上着、この上の服だけ一応着替えてるとか、私はちょっとパジャマなんですけど上だけちゃんと服着たりとか。そう、ほんと私 HKT に入らなかったらもう本当に私はダメだったかもしれないです。危ない危ない。最初はね大学生になったら一人暮らししようと思ってたんですけど、多分ねこれダメでしたね、やんなくてよかったそれはね多分人生の最大の選択ミスになってました。完全にダメだね、危ない危ない。でも本当にこう HKT に入って最近もやっとなんか大人になってきたなって思います。ちゃんとやることやってる気がする。毎日人と話してるもんだから、ほら、そう、え、なんか家族とさ喋んない日ってあるじゃん別に仲はよ、仲いい仲悪くないとか、あ、仲良くない仲いいとかそういうの関係なしにさ、なんか別に大して喋らん日ってあるよね。雑談する日でもないなみたいな、もう寝てるなみたいな感じだからさ、このね1時間喋ることないよずっと。私なんかもういいと思います。私ちゃんとね服ね、パジャマじゃないから、一日中パジャマの日もあるけどね、一日パジャマじゃないようにしてますから、頑張って。一応ねトップスだけはね頑張りますよ私。そう、でも私の人生の目標やっぱり朝起きてまず窓を開け、気持ちいい朝の光を浴びながらね、お布団をきれいにして、ほんでもってあの一日パジャマじゃなくて家の中でちゃんとおしゃれな服に着替える人になりたいですね。でもそれ一おしゃれな服着た後ベッドでゴロゴロできないよね。でもそういうのってきっとベッドでゴロゴロしないんだろうね。私大体あのベッドかソファーにしかいないんですけど本当に本当にソファーかベッドの一部になってる、もう溶けてる。休みの日は、休みの日何してますか？寝てますしか言うことなくて、なんか趣味見つけたいです。だからそう、私今年の目標趣味を見つけることなんですよ。今年っていうか来年ですね。あー今年なんですけど、私軸で言う来年、世界軸で言う今年、2022年の目標は趣味を見つけることです。毎日このことをする、なんかルーティーン習慣化できるような趣味を見つけるのが私の今年の目標です。できるかしら、趣味って難しいよね。何にしようかなと思って、何にしようかなって相談したらね、なんか水彩画始めたらって言われて、ちょっと面倒くさくなっちゃったその瞬間に水彩画って思って、なんかやること多そうじゃないですか、筆洗うの面倒くさいしだから却下しといた。そう、水彩画は配信とかでも楽しいんじゃないって言うんだけど、ちょっとめまいしてきてもやめましたちょっと無理って言ったみんなが代わりに、私の代わりに水彩画してください、よろしく。みんな私の代わりに趣味見つけてそう
なんかね、一つ芸が欲しいよね、やっぱり。だから水星がもしできたらいいと思うんだけど、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱセンスはないので画力ないですし。でも、あ、私の最近の趣味はやっぱりあの絵描いてる人の動画見るの好きですね。そうなんじゃなくて、なんか自分発信の趣味が欲しいんだよね。探してみよう、今日の夜。すごい、ほんとみんながいっぱいやってくれる。お料理だって。そうだ、私今年料理するってなんかどっかで書いたメールかなんかで、なんてことを言ってしまったんだ私は。あ、でも昨日の朝鮭焼きました。何自慢、鮭焼きました。私鮭焼けるんですよ。普通に入れるだけなんですけど、ポイって置くだけで終わるんですけど、鮭焼きました。美味しかったよ。料理したって言うのかな、鮭焼いたら。分かんないですけど、鮭は焼きました。私はね、できるんです。片付けるのが消えるだけであって、でも拭き取ればいいですからね。普通キュッ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 としてパッ終わり。鮭美味しかった、いいと思います。みんな鮭食べな。頑張ってね、探してみようと思います。私、はあ、難しいな趣味って。だいたい受信だよね、なんていうの、自分が受け取る側の趣味が多くない？音楽を聴くこと、映画を見ること、そういう傾向じゃないですか。自分も何かを作り出す側の趣味ってないですよね。集めてるものとかないの？ないんだよね。本当に多分本当無趣味なんだと思う。なんか見つけたら言いますね。ちゃんと私がハマったら皆さんにもおすすめしようと思います。本当に何にもしてないな毎日。何してんだろう。なんかお仕事関連のことをしている以外に人生で何かしているものがない。だからそう、プライベートをね充実させたい。今年は目標それですね、やっぱり。あと友達を作りたい。そういう系、なんかそういう系が多いな。同じ空気感だよね。プライベート充実を図ってみたいです今年は。もうお仕事も頑張りつつみたいな。私今これ1月の配信かな、これね。今年の抱負語ってるよね、さっきからずっと。まあのんびりやってみるよ。まあいつか趣味が見つかればいいですね。難しいと思います。まあなんかほんと人生の終盤だったら油絵とかやりたいですよね。あの大きいなんか窓から見えるなんか鎌倉の景色とか描きたい。今はねまだ開けても鎌倉見えないんでちょっと無理ですけど。どうごまさん、クッキーありがとうございます。鎌倉に行きたいかな、とりあえず今は。旅行したい。そう、あ、旅行行きたいんだ私。なんかもうめっちゃ旅行行きたい。旅行いいな。でも最近は旅行行きたい欲をインスタのあの写真で発散してます。インスタにいっぱい写真載ってるじゃないですか。だから行きたい観光地とかのやつ調べて写真見てなんとなくごまかしてる。皆さんもいいですよ、お手軽旅行。よし、それではそろそろ終わりにしようかしらね。あ、そう、今日劇場デビュー3周年なんですよ皆さん、ありがとうございます。懐かしいですよね、3年前とか。もうノーパラは終わりましたが、いろんな公演に出れるように
して数をねたくさん出れるように私頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんもたくさん見に来てください。ぜひお待ちしてます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。そうなんですよ、もうね頑張ってたくさんね出たいと思います。で上手になりたいですね、歌もダンスも MC も頑張っちゃうぞということで、もうとりあえず趣味公演にしよっかな自分発信だからね、公演に出ることっていうのはいいね。私結構公演好きなんですよね。公演があるから48グループ入りたくなったわけだし。よし、13位エウリカさんありがとうございます。12位ラフィーハナフィーさんありがとうございます。11位トシさんありがとうございます。10位トミョさんありがとうございます。9位ニシプーさんありがとうございます。8位ダーさんありがとうございます。7位佐藤久保さんありがとうございます。6位チェンさんありがとうございます。5位伊藤ごまさんありがとうございます。4位ニコラスさんありがとうございます。3位大阪のターサンさんありがとうございます。2位猫キャットさんありがとうございます。1位ゆかりんさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん1時間も喋ってたから声がガサガサになっちゃった。あったかお茶飲もうと思います。お38,700ポイントありがとうございます。それでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。寝る。おやすみー。